この1つの丸いメーターでいくつも表示されてます。こう可愛らしい丸みを帯びてるんですよね。荷物の重量によって料金が発生したりしてたんですね。こんにちは、車好きのせいです。今回は私の後ろに映ってるこちらトヨタのボンネットバス、確か形式名が、FB80 型ですね。1963年昭和38年に作られた車だそうです。ということでこの車をじっくり見ていきたいと思います。では行ってみましょう。この独特のボンネットのついたバス、なんか可愛らしいですよね。結構こうしてみると昔の車って本当デザインいいなって思います。特にこのボンネット周り、それから運転席、そしてこの行き先案内板、ここら辺のなんか造形がこう可愛らしい丸みを帯びてるんですよね。こうセンスが光るなって思います。現代の車にはないデザインですよね。こういうの惹かれますね。最近ちょっと流行ってるネオレトロ、ネオクラシックでしたかね、そういったデザインも好きなんですが、いっそのこともうこういうデザインのままでまた新しく車出ませんかね。今見るとこういったデザインまたおしゃれに見えますよね。逆にこのレトロな感じがいいといったところで、意外とこれ後輪は前の方にあるんですね。でその後輪から後ろの方にまだこうやって客室というか座席がつくようになってます。車輪もっと後ろの方にあるものかと思いましたが、意外とこれ前側にありますね。では車内にも入ってみましょう。あ、ベンチシートのみになってるんですね。昔のバスっていうのはこういうデザインだったんですね。今のバスみたいにこう2列ずつ前向きのシートがあるわけじゃないんですね。そして床はこれ板張りですね。こうやって釘で板が釘で打ち付けられてます。ネジ、そんな感じのやつですね。そして一番後ろに非常口がちょうど真ん中の部分にありますね。そして天井の方は、今私身長178センチなんですが、これでギリギリちょうど頭当たるかどうか、握り拳1個分は入りますね。こういった高さになってます。そしてボールとか釣り革はなくて、こうやって手で普通にバーに捕まる感じなんですかね、立つ人は。そして座る人はここにこうやって横向きに座ると、一番後ろのシートだけこうやって前向きで座れますね。シート自体は普通の座り心地ですね。昔のだからもっとこう硬かったりするのかなと思いましたが、わりかしいいですね。なかなか。そして窓の開閉はこれこう電車なんかでもよくあったタイプですよね。これを押さえながら両手でグワッと開けると、こんな感じで開けるんですね。お、結構窓重いな。そしてこちらが運転席側ですね。運転席のすぐ隣にも
ベンチシートが用意されてます。そして運転席は結構シンプルですね。アクセル、ブレーキ、クラッチ、そしてシフトレバーと、あとこれはサイドブレーキですね、パーキングブレーキ。あとこちらに各種スイッチがありますね。ちょっとこれは何のスイッチかまでわからないんですが、なんか操作するやつがついてます。こっちメーターが面白いですね。メーターは丸めのが2つついてて、右側がこれスピードメーターですね。左側が面白いことに、この1つの丸いメーターでいくつも表示されてます。燃料計、そしてこっちは油圧計ですかね、オイル、そしてアンペア、これは電圧、電流かな。そしてテンプ、これは水温計ですかね。面白いですね、この一つのぐるっと丸いメーターの中でいくつも表示がされています。なんかおしゃれですね。そして窓が面白いことに、これフロントの窓も今これ触れないようになってますが、これクイックイッと回して、これがだんだんグッグッと、ここがパンタグラフのように持ち上がって、窓がこういう風に開くんでしょうね。クイッと前の窓が開くっていうのが面白いですね。あとはここ、横の方にある三角窓、昔の車にはよくありましたよね。これがちょっと開けることで、またここからも風が入ると。そして、サイドミラー、これもやはりボンネットバスの利点を生かして前の方にミラーがつけられてますね。いわゆるフェンダーミラー。今のバスはもうボンネットがないので、もう運転席のあるちょうど窓のこの辺、この辺にミラーがついてますよね。右の方もだいたいこの辺。昔のボンネットバスは逆にこういうミラーが見やすいという利点があったんですね。面白いですね。あとこちら、行き先表示板でしょうね。これを回して行き先表示を変更してたんですかね。ちょっとわかんないんですが、多分そうだと思います。そして運転手と、あ、やっぱ昔のバスは車掌さんがいたんですよね。今のバスはワンマンバスなので車掌さんがいませんが、こういうところに時代を感じますね。はい、こちら荷物の規定についてそういった表記を見つけました。昔のバスは荷物の重量によって料金が発生したりしてたんですね。なんか飛行機みたいですね。 10kg 以内で長さ 1m 以内のものなら無料で、総容積は 0.027 立方メートル以内、石油缶大のもの。そして有料となるのが 30kg 以内で長さ 2m 以内、容積でいうと 0.25 立方メートル以内、大型トランク大のもの。面白いですね。こちらには危険物持ち込み禁止の表記もされています。火薬類、油脂類、セルロイド類、腐食物質、有毒ガス類、多量のマッチ、蓄電池、こういうのも危険物だったんですね。今回の動画は以上で終わりとなりますが、いかがでしたでしょうか。今後も私が見たもの、体験したことをどんどん共有していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと、新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしておくとすぐに通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。